どうもカゲアンです。今日はですね、つぶつぶオレンジ粒増量20%ということについてお話したいと思います。えー、基本的にオチがないんですけども、えー、昔ですね結構だいぶ前の話になるんですけども、僕のこう面白いと思っている る人間がね尼、えー、崎にいるんですけども、えー、その人間面白いっていうのはそのお笑い的にというかそういう感じで面白いなと思ってる人がいてですねその人と一緒にね、えー、立東のホームセンターに行ったんですねでホームセンターに行ってですねでちょっとこう中を見てですねちょっと休憩するそのスペースみたいな座れるところがあってですねコーヒーでも飲もうかということで、えー、コーヒーをね えー、自動販売機のコーヒーを買ったんですね。で、僕はなんかこうアイスコーヒーを買って、N.M. なんかな、えー、を買ってですね。で、その方もですね、えー、コーヒーを買ったんですね。で、コーヒーを買ったらですね、えー、下からね、つぶつぶオレンジのね、つ増量20%って書いた缶がこう出てきたんですよね。で、缶が出てきてですね、これはないでと、これはないで、うん、コーヒー。 頼んでそのつぶつぶオレンジつぶ増量はないやろうとつぶ増量二十パーセントはないやろうということでですねその自動販売機にねなんかこうお困りごとがあったらこちらへ電話くださいっていうところにこう電話をしょったわけですねほんで、えー、その係の人が男の人やったんですけどもでこう出てですね、えー、あのー、僕コーヒー、えー、のところをしたのに。 なんかつぶつぶオレンジつぶ増量20%って書いた、えー、感が出てきましたと。で確かにねつぶつオレンジを頼んで押してつぶ増量20%って書いてあったらそれは20%増量されてるんでやっぱ嬉しいですよね。でその嬉しいと嬉しいけども嬉しいけどもそれはちょっと違うんちゃうかと。その つつぶぶ増量粒20%してるその企業努力はそのおもし,あの嬉しいけども僕が飲みたいのはアイスコーヒーやとだからちょっとそのこれはこう何とかしてくださいっていうふうにこう言ったんですよねほんなら係の,の人がちょっと笑いながらね、えー、こう対応したことによってですね、えー、その僕のその知り合いがですね、えー、怒ってですねそのなんか 笑いながら言ってはりますけどどういうことですか?」言うて「いやちょっとあの言い方が面白かったんで」みたいなその粒増量の「それが面白かったんで」って言って「いやそういうことちゃいますから」とか言ってこうやっていってほんでえ結局ですねそのホーームセンターのところに ってですねなんか交換してもらったら何やったかなんかその結末的には分からなかったんですけども結局、えー、その友達はですね、えー、粒,オレンジ粒増量飲んでましたねで一応うまいって言ってましたねうまいなぁと言って言ってたんですけどもまあまあまあそういうこうオチのない話ではあるんですけどもそれをちょっと思い出して今日はちょっとお話しさせていただいたんですけどもやっぱりその相手がねこう面白いこう 人かなと思ってこう安心してこう接客しててもですねあのー、やっぱりそのしっかりとこうした対応をしないとですね、えー、相手のお客さんは怒ってしまうというか、えー、そういうのをこうそういうもんやなというふうな感じをこう僕は見てたというところ見てたというかねその話が僕は好きでですねそそそのののうういう電話だから僕のその 苦情言ってる時が、なんか車の中やったかな。で車もですね、僕なんかこう軽バンやったんですね。軽バンの後ろのね。後ろがこう 乗乗る乗るところ後ろに乗るとこころろろ後にいうかその荷台ですね荷台に乗ってこうこう電話しとったとっいう、えー、そういうちょっとした思い出話というか、えー、何を言ってるのかちょっと分かんないですけどもまああのー、ちょっと懐かしいなと思ってね、うん、で最近見ないですよねその粒々オレンジ粒増量、えー、20%かなんか分かんないですけどもその粒々オレンジって昔その粒々が入っててですね、えー、そういうのがこううまいなんか。 美味しいみたいな感じであったんですけど、最近全然見ないなっていう風な感じもしますね。うん、コーンスープもね、コーンが中に入っててそれがこううまいみたいな感じでこう飲んでる人もいましたけども、うんでまあまあまああのそういうことで、えー、まあ、ちょっと懐かしいのと、えー、そういうちょっとエピソードがあったと。 いうことを思い出して、えー、それをちょっとお話しさせていただきました。ということで、今日のお話はですね。つぶつぶオレンジ粒増量20%ということについてお話しさせていただきました。では、今日も良し、あでいきましょう。どうもありがとうございます。